不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。プレイヤーが膨らみ増えたので、もうクリアになっちゃって、市中心部から違うし、玉橋さんとかプラスクシデオンになりたいから。まあ、確かに高くなりましたもんね。5% 台ですよね。恐ろしいですね。集まってもらったのは、岡山県内で不動産投資を行うオーナーたち。今回は4名のオーナーに、岡山の市況や融資の状況などについて話してもらった。岡山大家という名前で活動してます。で、手法としてはもう古い戸建てが中心だったりとか、まあでも新築の方が個人的には好きなので新築もやってます。あとはもうコンテナとか倉庫みたいなのとか、いろいろですね。いい天気と言います。年間家賃収入もちょっと計算したことがないんではっきりわからないですけど、おそらく1億5千ぐらいかなと思います。手法はもともと築古の戸建てとか築古アパートの再生をメインでやってます。太陽光発電なんかも多少やってます。はじめまして、大志と言います。投資手法としてはもう完全に、空き家とか空きビルのボロだけで、超ドミナントのやり方で、自分の実家から半径100メートル以内にこう物件が固まってるとか、そんな感じでやってます。徳野と言います。所有物件はですね、戸建てが18ぐらいですね。あとは駐車場とか太陽光とかそういったところです。で、手法でいうとボロ戸建てですね。いわゆるそういったところが中心で、あとはボロイマーアパートとか、そういったところをやってます。昔に比べたらどう思われますか？高くなったと思うんですけど、僕始めた頃高くなりました。物件がですか？そう、物件の相対的な意味合いかもしれませんけど、例えば、まあ、そのプレイヤーが増えたっていうことが多分一番。プレイヤーが増えましたね。プレイヤーが格段に増えたので、その狙いのところがみんな被るから、もうプレイヤーになっちゃって、まあ、僕が始めた頃にある市内の欲しいエリアにはその価格ではもちろんなくて、今いるところの市中心部から違うし、玉橋さんとか倉敷市でも生まれないから、今度は備前帯とかそっちの方にその価格帯のものを求めるようになっているので、もう真ん中にあるのは価格だから相対に上がっているという、僕は感じてますね。まあ、確かに街中のは高いですよね。もう高くなりましたよね。体感でどの程度、何倍ぐらい上がってるなって思いますか？7年前に比べたら、安いからこそ数倍とかっていうイメージにはなるのかな。だから、市外に行かないとその価格帯にないっていうのが正しいんだろう。私も8年前に始めた時にね、岡山市内で結構100万以下の物件結構ありましたよね。で、普通にネットとかにも出てたりとかしましたよね。今そんなのないですよね。出てこないですよ、そんなの。プレイヤーが増えてから早めに消えてる可能性高いです。表に出ないだけだと思いますよ。でも8年ぐらい前だと、もっと高かったですよ。高かったのが下がって、また上がったみたいな感じ。かぼちゃの馬車とか、駿河の事件がある前までは、融資が緩かったので、プレイヤーが増えて融資がバンバン過ぎてる時には、やっぱり物件の価格っていうのは上がってましたよね。今売り時ですか買い時ですかっていう質問よくされると思うんですけれども、今この市況で皆さんどう思われますか？まあ、でも買い時はまあ常に買い時じゃないですか。まあ、いいのがあったらもうすぐ買っちゃう。どうですか？プレイヤーが増えたので売り時になったという側面は、まあ、そういうのありますね。うん、おかげさまでそういう今まで売れなかったもの融資がちょっとつきにくくなったんで、古いものに対してはちょっと売り時かなというと疑問が残るんですけど、買い時かと言われると結構まあ僕が買うレベルのものだと情報が来て2日3日でやっぱり売れてるんで、もう売れましたって。だからやっぱり融資がついて買えてる方は一定数いるので、
だからプレイヤーが多くて融資がパンパンついてる時には来る情報量が減ってたんで、まあ、情報が来ればいいのか来れば買い時かなとは思いますけど、来るようになったんで、まあ、結局買える人にはまあもう常にそうですね、あの買いたい物件って判断できた時点でもう買いじゃないですか。建築費がすごい高い高い言うじゃないですか。高いからじゃあ建てるのやめよう言ったところでね、じゃあ来年再来年もっと高くなってるんでしょうから、うん、結局今が一番安い状態なんですよ。未来比べると二度と下がらないような気がしますね。下がらんと思うんですよ。今が最安だから今建てないとダメっていうことで言うと、今はもうその、まあ、建て時というか、うん、そう常にそうなわけじゃないですか。それで5年ぐらい経ったらもっと上がってるわけだから、うん、今買った建てたやつが5年後にもうちょっと高く売れるみたいなことも起こるじゃないですか、うん、そう考えたら今買いができるかもしれない。やっぱ早い方がいいと思うんですよ、うん、結局買うのもね、キャッシュフロー出る物件買ってればね、その何年かの間、家賃収入分ね、そう、うん、儲かるわけですから、そこにもまた転換できますしね、いくらその建築費が上がっても家賃でもいい、新しい家庭買い時は買い時なんだけど、どんだけ安く買うかっていうね、うん、買った時に勝負決まりますからね、うん、ほぼ ね、 そうですね、8割、7割方はそうですね、ほぼそこで、ね、そこで失敗しちゃうと後からこうキャッチアップするの大変です。大変ですね。でも安く買えたらもう本当勝ちますよ。勝ちますね、うん、凄まじい利回りの叩き出すことがありますからね、うん、こんなのダメだと思ってるオーナーさんから安くってもらうんですよね。結構今売りに出てるエリアとかで、でもちょっとここの辺危ないなとか思われるエリアとかありますか？入居がつかなさそうだな。ああ、それはもう、まあ、物件によりますけどね、岡山市内だともう割と全域的にあのもう物件がもう飽和状態なんで、集合住宅の流れがつきにくいですね。集合住宅のやっぱ新しいやつはちょっとしんどいんじゃないですかね、うん、もう何ぼでも経ってますから、うん、新築時は まあまだいいとしても、うん、もう5年とから10年ぐらいでポロポロね、うん、もう空いてきますよね、うん、ここでもすっごい増えましたよ、街中の新築もね、パートナーでしょうね、大変だと思いますよね、うん、最初だけですね、生まれは、まあ、そう売りに出た人だけが儲かって、次に引き受けた人はやっぱりしんどいですよね、うん、売れたらいいですけどね、結局今新築のアパートマンションをやって儲かる人って建築会社さんとは間違いない、不動産屋さん、うん、建築費がだいぶ高くなりましたからね、やっぱ資材高騰でやっぱり1割2割上がってるって聞くんで、ここ1年2年ぐらいでやはりその分利回り落ちてます、うん、利回りこう例えば数年前と比較すると何パーから何パーになったみたいなイメージですか？新築でいくとでももう 5% 台ですよね。そうだもありますね、うん、とても勝負ができません、ね、怖くて怖くて結構恐ろしいですね、相続絡みで買われる方はなれますね。そういう方はもう利回り低くてもやっぱり目的が違うので買われてる話は聞きますね。パパさっきどう思います？不動産自体、あの、まあ、子供とか人口、老齢化減少していって、ね、人口減る減るとはね、実際減るんだけど、あのやっぱり僕瀬戸内側は安心だと思いますけどね、やっぱ山陰とかあの山間部とか、うん、そのとこはやっぱしんどいんじゃないかなと思うんですけど、うん、と岡山、倉敷、うん、徳山あたりはもうだいぶ人口いるじゃないですか、うん、ですね、だからその田舎の、岡山でも田舎の辺の方がやっぱりこっち出てきて、降りてきますか、町の中心に近いあたりはある程度維持していくと思いますけど、ビビる必要はないと、ないと思いますね、うん、だって人口減少って大家だけじゃないじゃないですか、うん、全部の業種で関係するわけで、うん、どこに投資したってもそこのリスクは一緒ですからね、うん、それし日本も人口が減少しても地球規模で考えたら日本ぐらい住みやすいとこはないので、うん、海外からそこに来られる方って多
くさんもらえる。来ますよね、うん、外国人もっと増えると思います。うん、そうなってくるともういよいよ今仕入れるだけに仕入れないと、うん、仕入れる物件としてやっぱりその単身用のちっちゃい 1K じゃなくて、単身も入る、まあ、2人3人も入るみたいな物件の方がやっぱりいいんじゃないかと思うので、不動産の未来とか人口減少とかあんまり気にしないですね。意外にね、その都市部とか住まれ、東京とか大都会住まいという方から見ればね、岡山ってすごい硬い中、まあ、100万いくかいかんかぐらいの都市なんですけど、まあ、こんなとこで大丈夫って思えても、まあその中でもやっぱりね、エリアを絞っていけば十分いけるのかなとは思いますけど、岡山もいいとこじゃないですか。いいとこだったらいいですけどね。岡山はもうやっぱ交通の便もいいし、新幹線もあるし、東西南北行けるし、飛行機もあるし、で地震もあんまないし、原発も遠いし、すごいもうなんかいいとこなんですけど、まあ普通に賃貸でやっていくんだったら全然岡山でもね、どのように岡山のエリアに見極めてらっしゃるんですか、ここは良さそうだな。でもやっぱ人気エリアとか人気価格っていうのがやっぱり岡山にも存在するんで、やっぱりそこら辺のが出れば、今も古いのとかはやっぱり買ってコレクションに加えておいて、でまあいずれはなんかまあ新築とか建ててみたいなっていうのをボードゲームに思ってますね。初めての不動産投資、先輩大家さんに相談したい。不動産投資の悩みを気軽に相談するなら楽町相談室、楽町で検索。でもやっぱ不動産やからじゃないですか、情報って。そうですね。ね、やはりまあ仲良くなってる不動産屋さんから来る情報が多いですよね。そうですよね。私はもう歩いて散歩しながら空き家探して、で空き家を見つけたらご近所さん、お隣さんとかに声かけて、この方どちらに買いましたかみたいな感じで聞いて、もうその中で全部サルベージしてきます。もう不動産屋さんの動きですよ。そうです。もう本当に見習ってほしいです、欲しいさん。怠けてる不動産屋さん。本当ね、やっぱでも怠けてるというか、もう不動産屋にもいろいろ種類がいて、やっぱいっぱい情報をくれる不動産屋もいれば、やっぱ情報がなくて困ってるっていう不動産屋もいるんですよ。まあ、知り合った方とかがやっぱりなんかいい物件あったら行ってあげたいなって思ったりするんですけど、やっぱり初心者の方って融資がつくかどうかもわからないし、まあ僕のところに来た情報を振ってあげて、まあその方の融資承認が取れるまでの時間引っ張って結局融資をいないとかって、そういうのを繰り返してたら僕のところにも情報来なくなるのよ。やはりちょっと情報を振ってあげるとやっぱり躊躇しちゃいます。いい情報を振ってもらうためには、自分がどのぐらいこう融資引っ張れるかとかっていうのを事前にやっぱりこう確認しておいたりとか、そういうことをしておいた方がいいんですかね。準備ですね。そうですね。自分のスペックをこうガラス張りにしておいて、そういう方々にマクドナルドもそうですけど、お伝えすれば、普段は何をやっても銀行担当の方にね、購入して今はこんな状態ですってお金貸してくださいって言っておけば、話は早い。電話一本で、ああもうお宅ないんでますって言ってくれれば、秒で終わる。うん、不動産会社さんとうまくこうお付き合いをしていくための秘訣というかコツというかってありますか？賃貸だとやっぱこうなるべく入居者を受け入れてあげる方向性を見せるとか ね、あのやっぱりもう法人契約だとダメですとか言ってたらもう嫌われちゃうしね、ペットどうですか言われたら、まあまあいいよみたいなとか、家賃下げてくれませんか言ったらスッと下げるとか、高齢者どうですかとかね。そうですね。引き分けのいい母屋になっとかないといけないんじゃないかと思いますけどね。より好みになるべくしないってことですよね。ああいうのですよね。結局火のもの言わずに答えはどういう形であれちゃんと出すっていうか。そうですね。毎晩はやっぱこう返事が早い人がいいです。そうですね。大体1日2日で結論出しますもんね。じゃないと消えてますもんね。3日目ぐらいには。反射神経。
三発言うからね。反射神経はね、大事ですよね。すぐ判断できるよう な, なんか基準がないとできないですか。どういうふうに基準を作っていったらいいんでしょうか。ゴールからですね。だからもう上がってなくなんで、貸した時の賃料をいくら取れるかと、あとは地域性の出口と、そこから逆算して、そこに今の分権からいくらかかるのかですね。そこを逆算していくと、その値段ついてくるので、それと、あの土地利用線かみたいなものとの割り当てかとか、固定メント税とかの評価額とか、家賃どれぐらい取れるかからスタートですよね。貸す判断もね、やっぱ分かんないじゃないですか、いくらで貸せるのとかいうのがこう、それはどういう感覚で掴んだんですか。やっぱりもう僕らが一番最初に、だん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 経験ですよね、最初に教えていただいて、前の1個目の時のこの値段のこのスペックだったから、じゃあちょっと街中になったらもうちょっとこれかなとか、駐車場が少なくなったからこれかなとか、築年数が古くなったからこれ、自分が住むならこうしたいとか言うじゃないですか。そうなんですね。あれは良くないですね。自分の物件なんて絶対住んじゃないの。私も最初買ったアパートね、ほとんどガラガラだったから全部リフォームできたんですけど、最初考えたら 2DK のアパートで、自分なりにこう夢を膨らませてね、そこに若い夫婦が来てくれるような物件にしようと思って、いろいろ壁紙とかね、クッションフロアとか、キッチンとか、今もう開き直って、もうおっさん専用アパートとしてね、フルカードにしてますから、全然いいんですけど、最高ですよね、おっさんが一番いいです。おっさん出ていかないですから、本当出ていかないよね、おっさんだって面倒くさがりでしょ、でも出て行きたくないんですよ、できたらってもいいんですから、おっさん最強です。最高です。ユーチでいうと、今、積極的な銀行さんとかってありますか、このエリアで。安定してますよね、新規さんとか。皆さん融資には積極的なんですけど、今でもね、でもみんなに言ってるのが、新築お願いしますとかね、チクワサランアパートマンションにしてくださいとか。チクフルはちょっと、チクフルは耐用年数すごい嘘になりました ね, もう私なんてね、耐用年数の倍以上の年齢のばっかりだから、ね、そうですよね、融資つかない。積極的や、まあ、どこも積極的なんでしょうか、結局、まあ、新築、築浅みたいなとこにしか積極的じゃないというかね、築ほどに対しては厳しくなったんですよね。厳しいですね。条件とかも結構厳しいですか。まあ、自己資金2割、2割はもう最低言いますね。金利もちょっと上がり加減ですもんね。そうですね、若干0.12 とかは、まあ、より上がったような気がしますね。リフォームどこまでやるかっていう見極めってすごく大変なのかなと思うんですけど、そうですね、どういうふうにこう皆さんがこのぐらいかなっていうのを作っていかれたんですか。今回リフォームするんで、便利なとこはあんましない、ほっとってもつくので、その代わり凄まじく坂で細いとか、あんまりお客さんが釣りそうにないところは、女性が単独で来てもこれは素敵と思うぐらいはやります。エアコンも全員やつけたりとか、もうやれるだけのこと全部やって、まあ物件によりますよね。僕は結構直す派ですね。土地に結構こだわって買うんで、まあ最終的に実需とかそちらへも売れるように、まあ割とやる派ですね。ビジョンですよね。場所が良ければそれでいいと思う。鉄道がないとかね、もう出口がどうもう微妙な特定にねしかないようなやつだとね、かけすぎてもどうなるっていう話ですね。自分を最低限にして決まらなかったらやっていくみたいなやり方もありますかね。それで出すんだったらもうあと家賃下げた方が早いですね。そうですね。結局ね、じゃあ6万で狙ってね、半年空けるぐらいなら、じゃあもう5万ですぐ決まった方がいいじゃないですか。やっぱ範囲を決める方が、特に古いやつはいいと思うんですけどね。新築でね、なんか1棟で転売かけたいとか思うなら、やっぱ高値で詰めていかないと、利回り出ないんだろうけど。高く住んでもらわないとですね、いくら高くてたまたま入っても、半年後に隣近所でもうちょっと安い家賃とか出たら、出ちゃいます。そうですね。
4万ぐらいだったらもうなんか割と長く住む感じになりますけどね。うん、実際そうですね。4万以下の子だったら出ていかないですね。その5万から6万とかなるとなんかちょっとマイホーム建てるんだとかね、ありますね。余裕がある人なんですよね、5、6万以上出せる人っていうとね、転勤とかね、そこら辺の価格帯が入ってて、最初からもう新築建てるつもりで、ね、2年とか3年とかお金を貯めるための期間だけ住むとかね、高い家賃で回転が早いよりも安い家賃で長期入居はるかに、一番嫌なのが退去ですもんね。退去するとその前、ね、あのリフォームのお金かかるじゃないですか。でリフォームしてる間家賃が入ってこないじゃないですか。でリフォームしても今度また客付けお願いして AD2 ヶ月とか払ってまたお金出ていくじゃないですか。何にもいいことない、何にもいいことないね。長期入居してくれやすい人の特徴とかってあるんですか。まあやっぱ引っ越しする余力がお金的にない人もいるんじゃないですか。さっき話したおっさんですかね。おっさんとか、まあ、老夫婦とか。老夫婦ですね。その、まあ、老まで言ったら失礼かもわかんないけど、60ぐらいとか。初老というか、熟年夫婦。そうですね。行き先がないですね。要は、ペットがたくさんいるとか。そうですね。1回しかダメとか。足が悪くて階段がありますよ、みたいな。そこはもう1回が動かないように。そういう生活環境に変化がない人は、引っ越す理由がなければ引っ越さないですけどね。逆に新婚さんとかも長くいてくれる要素がないですよね。増えるしね。入る前に離婚したりしてた。ありましたよ。申し込みして新婚で入って半年後に離婚したとかね。3日はありました。ありました。だいぶまた広がると思うんで、格差がどんどん広がっていって、下にいる人たちっていうのは相変わらずっていうことですね。相変わらずだけど引っ越しはしないんです。しない、まあ、そういうメリットはありますよね。まあ、そこにそういう、まあね、表に合わせれば逃げられることはないよね。そうそうそう、両方ダブルスタンダードというかね、両方がいいんじゃないですかね。古いので安い、新しいので高い。新幹線がなんか減ってる気がしますね。新幹線の物件が一番苦戦するじゃないですか。やっぱりもう下がっていく一方だし、古くなるだけですからね。中間層の人が下に落ちてきたりして、やっぱりこの安い価格帯の物件で割と埋まってるのは埋まってるんですよね。継続とかコツコツとかね、ちゃんと自分で考えて、やっぱ失敗する人ってこうなんか言いなりというか、提案されたものをそのままやっていって、実はそうじゃなかったみたいなが多いんじゃないですかね。なんか自分で考えない人が失敗するような、そうですね。それとかもういきなりなんかね、でかいのに行っちゃうとか、自己資金でまあ500万ぐらいみたいな話あったけど、じゃあ500万あるからいて、じゃあもう予算ギリギリの買っていいわけじゃないじゃないですか。1000万の買うのに500万貯金全部出したみたいなのはちょっと危ないですよね。やっぱ余裕を持っとかないと、いや、まあ、意外とこう決まると思ってても実際決まらなかったりするんでね。ちっちゃいものはできないですよ。大きいものはできない。ちっちゃいのやってノウハウだいぶ分かって安く仕入れて、ね、上手に運営するの分かったかな。大きいそれだけリスク高いんです。2倍も悪くなるし、銀行がお金貸すから勘違いしちゃうんですよね。銀行がなぜそんな経験もない人にそんな何千万もお金貸してくれるのかと、ちょっと疑って関わった方がいいんですよね。ちっちゃい失敗たくさんやった方がいいんですよね。ちっちゃい失敗をこう一個一個こなしていって、経験積んでいって、一つずつ解決していって、